はい、レオンチャンネルです。今週の仮面ライダーウェブでトワイライトマジエドとバルバラド黒金に関してどういう思想のもと作られたかっていうのがしっかり解説され非常に納得いくものでしたが、今週登場した仮面ライダーエルド、このスーツに関してもいろんな思いとか理由があっての造形になってますので、ぜひ映画で登場したドラドや冥国王と比較してみるとなんとなく読み取れるものがあると思いますよってことだったので見てこうぜ。あ、そうだ、今日のさ動画のコメントですごく納得いくものがあって、あの映画のネタバレになるからタイトルにネタバレって入れておきますけど、グリオン様って今テレビ本編で賢者の石 100% 状態で実質冥国王そのもの状態なんだけど、ただ映画本編でも同じ状況になり冥国王の力を完全に掌握したんだけど、これ映画の話ね。ただ結局最終的にはホムンクルスでしかないから乗っ取ることが余裕で冥国王の力を全く制御できてなくって、結局は冥国王に乗っ取られグリオンとしての意志は完全消失してしまったんだけど、賢者の意志の力っていうのは 100% にしちゃダメなんだと思って、どういう風に今後グリオン様立ち回るんだろうと思ったら、結局これまでの話でガイリアとギリストの賢者の意志も取得して、要は 33% ずつを取得してで 99% になって、残り 1% 足りない部分は映画時空と同様にどうやら人間の負のエネルギーを集めてたみたいで、そこから25のレプリを作って残り 1% を肩代わりしてもらって 100% 状態になると。あとは冥国王に乗っ取られるだけじゃん、どうすんだろうっていう風に今日の僕は感想動画で言ってたんだけど、コメント欄でレオンさん状況が違いますよと、このドラドっていうのはグリオンがホムンクルス状態で変身したもので、今回変身したエルドはグリオン様がジェルマン経由で受肉してますよっていう風にコメントが書いてあって、確かにと思って、だからグリオン様って今そっかホムンクルスじゃないんだと思って、で見返した TTFC、そしたらねやっぱね受肉再臨みたいな感じで、もともとグリオンって中盤にジェルマンに食われたんだけど、ただその時にまだ命のかけらが黄金のキューブに残ってて、でそれをアトロポスが管理してたんだけど、でアトロポスはその中にグリオンがまだ生きてる、グリオンのかけらが生きてるってことを信じてて、でジェルマンが大量のライダーキックを食らって瀕死の際にジェルマンに近づいてルービックキューブを埋め込んで、そしたらそっからグリオン様が受肉して中から出てくるんですよね。だからグリオン様って今ホムンクルスじゃないんだと思って、冥国王そのもの、ジェルマンの賢者の石を手に入れた 33% の冥国王の力を持ったホムンクルスみたいな認識出てるけど、じゃなくって今もう冥国王そのものだから、冥国王、今この3つに分かれた冥国王っていうのがそれぞれみんな自分が強力なアドバンテージを欲しいから賢者の石の争奪戦みたいなのを3人でやってんだけど、だから 100% 集めても問題ないんですよね。そうすると完璧な冥国王になれるだけで、だからテレビ時空のグリオン様っていうのはどれだけパーセンテージが上がろうとも冥国王に乗っ取られることがなく、自分自体が冥国王になれるってことですよね。で冥国王って絵本の造形そのままで、これね大きい角があるんですよ。映画に冥国王出てくるんだけど、この大きな角と三つ目ね、まさにドラドも冥国王が仮面ライダー化したみたいなビジュアルになってんだけど、だから 100% 状態になったとて冥国王に意志が乗っ取られるわけじゃないんじゃないですかっていう風にコメントで書いてあって、それですそれですって思った。そっか、僕が勘違いしてたわ。で TTFC 見返したら本当に受肉シーンがあった。そこまで仮面ライダーウェブで多分解説されてなかったと思うけど、まあでもあの映像を見たらまあ間違いなくホムンクルス状態ではないのかなと、ギギストとかと同じような存在なのかなっていう風な答えに僕もなりましたね。じゃあスーツ見てこう。テレビ本編のグリオン様が変身した仮面ライダーエルドは頭部以外は流用パーツで、あ、そうだ、あれだってね、オーマフォームのアンダースーツ使ってるってね、ここ確かに言われてみれば時計の竜塚だから、オーマフォーム自体は改造してなくってアンダースーツだけ使ってる感じかな。で胸アーマーはレックス、足アーマーもレックス、もともとローブはブラックホールフォームのものを使ってましたので、それをそのまま流用か、ちょっと色黒くしてるか、でもそのまま流用っぽいな、ドラドからね。あとはワンブに関してはリバイスだったっけ、仮面ライダーリバイスのワンブを使ってて、で頭部はドラドの方が新規造形で、このドラドの頭部を改造した形だよね。ドラドとエルドでこの本体からの違いも、冥国王の力を完全に掌握できてるかできてないかが分かりやすく、金面積が大きくなってるんじゃないかなと。この3つのスーツを並べた時にやっぱりよりギギストに近い
見た目になってて、エルドがドラドーとエルドーは結構違うんですよね。ローブが同じぐらいでアンダースーツ全然違うし、明国要素というか黒要素が多くって、この赤色もどうなんだろう、人間の血とか、あ、でも人間じゃないか、ホムンクルスか、まあ、でも血のような色になってて、で3つ目のデザインとかは、あと三角マークね、この辺は、まあ、明国王の衣装が入ってて、顔なんていうのは本当に明国王そのまんまだったんだけど、それがエルドーになることで明国カラー、黒金の明国カラーがかなり濃くなりつつ、エルドラドを求める、黄金鏡を求める思想に感応したような全身の金要素強め。とはいえ、もともとの明国王も割と、でもあれか、黒金半々ぐらいか。スーツの先のピンクはこれ賢者の石のカラーで、なので今回のエルドーも賢者の石的なこのカラーが足とか手とかベルト部分にも入ってますよね。目の部分もそれに近いのかな。そしてドラドとギギストにもあったこの胸の3つの明国王の目みたいなやつが、今回はここのクリスタルに膝と胸引き継がれつつも、腕部分にもね同じような造形があって、エルドのここで三角、3つで三角になってるんじゃないかなと思ったけど、どうなんだろうな。でもあれか、ドラドーもここに目あるからな。このひし形の光は賢者の石を表してるんだと思う。ギギストの仮面にあった三角マークとかはエルドーに特に引き継がれてる感じではないんだけど、口だけがねやたら有機的なんだよね。ドラドーは口がおそらく閉まってるんだけど、今回エルドーは口が開いてるんだよね。あとは角に関しては全く同じな造形だけど、ちょっとこのルービックキューブっぽいスクエア感もありつつ、そこから今回は角が生えてると。この辺もどう読み取る、あーでもあれか、ギリストのこの角みたいな、そういうイメージなのかな。で3つ目、赤色の3つ目があって、ドライバーがエルドラドライバー展開することで金色に染まってると。ドラドに関しては三角マークのレバー部分を展開しずにカードスキャンで変身ですからね。なのでドラドはこう見ると、まあ、人間味が強いというか、まあ、ホムンクルスだから人間って言っていいかどうか分かんないけど、もともとのグリオン味が強かったんだけど、まあ、そもそもベルトを手に入れるまで20年かかってますから、黄金化計画自体が映画本編だとまだ進んでませんでしたからね。その間はずっと人類をいじめるみたいな趣味があって、それにずっとねデイブレイクが苦しめられたわけだけど、今回の変身は 100% 明国状態、明国王状態だから、より明国王たちのデザインが色濃く反映されてる形っすよね。これ横にジェルマンとガエリアを置いたとて、そんな2人の要素が入ってる感はないよね。ジェルマンをベースにジュニックしてるから、ジェルマン要素、あでも足とかもしかしたらジェルマン要素なのかも。恐竜っぽいやつがジェルマンをベースにジュニックしてますからね。なのでそれ以外にもジェルマン味を感じるようなところは、でも特に足ぐらいかな。ガエリアからも何かを引き継いでる感じはないよね。ないかな。あとは明国王それぞれにこの三角の仮面みたいな造形が、ジェルマンは胸、ギギストは顔、ガエリアは腕にあるんだけど、それが今回ここに顔にある、三角マーク顔にあるって感じだよね。ここ多分この部分も明国王っぽい要素なので、むしろギギストはここにね三角の仮面があるけど、その下にもう一個顔があったみたいな、そういう造形かな。だからエルドとドラドに関しては全く変身者の状況が、どっちもグリオンだけど変身者の状況が違うから、より明国王色が強かったりとか黄金色が強かったりとか、そういう状態になってますよってことだと思います。あとはクラッシャーがやっぱり開いてるか閉まってるかのこの差も
わざとじゃないかなって感じで、ほんと皆さんのコメントのおかげでやっとスッキリしたというか、いや 100% 状態ってそれ乗っ取られるじゃんみたいな風に思ってたけど、確かに状況が違うからこれは大丈夫なのかみたいな。逆にそう思うと、冥国王の力全力状態でガッチャーとか戦う羽目になりますから、どういう風に止めるのかも見ものですね。以上、レオンチャンネルでした。全国のコンビニで買えるレオンチャンネル4発シールプリント版が発売されました。ファミリーマートは右下のボタンから e プリントサービス、ブロマイド、アニメゲームからレオンチャンネルのバナーを押してガチャ、そしてシール紙を選んでくじを引くと。でセブンの場合はプリント、コンテンツプリント、 e プリントからブロマイド、アニメゲームでガチャで L 版で、ここはねシール紙ないんで。セブンはローソンの場合は右の e プリントサービスからブロマイド、アニメゲームでレオンチャンネルのバナー、ガチャでシール紙選んでもらうとシールで排出されます。お金を入れると何が出てくるか。はい、シルエット君&レオンレッド。